世話になっております WGSL でございます。今夜の動画はトシプロの手打ちドリル、お手本レベルの手打ちドリルをご覧いただきながら、またまた、奥田さんのクライアントの私松と弁護士マサさんとよろしくお願いします、はい、一緒にトークをしていこうかなと思うんですけども、はい、よろしくお願いしますお願いしますお願いします。聞こえますね、なんか天の声が何か聞こえました、神の声が聞こえます、はい、何話しましょう今日。神、今日はそういえば、はい、なんかあの弁護士の子が、弁護士の子が、はい、はい、はい、失礼な言い方で、はい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 、そうですね、はい、上の世界からちょっと聞きたいなっていうことか、なんかなんか喋りたいことがあるって聞いたから、それをちょっと聞いてみたいな。なるほど、なるほど。今日じゃあそういう形でいいですか。はい、僕すごい喋りたいことがあって、はい、この YouTube の撮影って、はい、いつも松さんがいろいろトークテーマを考えてきていただいて、それを、まあ、話していくっていうスタンスでやってるんですけども、はいはい、まあ、松さんすごく意地悪なことに撮影が始まるまで僕にテーマを教えてくれないなんでいきますね。プロパガ似てますね。まあこれぞ WGSL スタイルかなと思ってまして、いつもそうやって何も教えていただけないまま始まってるんで、はい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 、今日は逆に僕が松さんにトークテーマを伝えずに始めてみたいなっていうのをちょっとずっと考えてたんですよね。なるほど、はい、これ確かにこれそわそわするもんすね、これね。でしょ、なるほど、何聞かれるかでしょ、はい、今下に置いてきましたけど、ね、今危ない、はい、危ない、はい、今日はだからそういうことで、はい、弁護士マサプレゼンツ松さんの知らないトークテーマ第1弾です。すごい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと前振りが長くなるんかもしれないんですけど、はい、僕この前の、はい、結構前の動画とかかもしれないんですけど、うん、コンサルって、はい、弾を打たないっていう話とかさせていただいて、打たない回もあるっていう感じですね、はい、もう弾を打たないっていう話をしたんですけど、はい、そういう話しましたね、はい、先日のコンサルで実は弾を打ったんですよ。ああ、松田さんのコンサル、はい、僕がコンサルの時に弾を打った、はい、それって結構久しぶりやったんですよ、はい、僕からしたら。おー、なるほど。2球だけ、ほう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 、2球だけ打ったんですね。神笑ってます 笑い声が聞こえましたよね、はい、そう2球だけ打って、それも、はい、もうコンサルの終盤に差し掛かった時ぐらい、もうありますね、そういう回。動かない関節を動かしていってるんで、はい、もう僕はヘトヘトになった終盤に手打ちドリルで2球だけ打ったんですよ。おー、なるほど。でその球をいざ打つっていう時、はい、手打ちドリルでじゃあ打ってみましょうっていう風になった時に、はい、神からですね、はい、岡田さんからですね、はい、空振りしてもいいですよ。あ、はいはいはい、よくやりますよね、はい、空振りしてもいいですよっていうか、空振りしたら最高です。あー、よくおっしゃられますよね。言われます、松さんも言われますよ、ね、ありますよ、しょっちゅうしょっちゅうです、はい、って言われたんですけど、はいはい、それってよくよく考えたら不思議な言葉じゃないですか。はい、僕らは今も言われすぎてて、はいはいはい、まあなんか当たり前のようにその言葉を聞くけども、慣れてるから、はい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 、まあ空振りしたら最高ですって感じなんですけど、はいはい、あれって初めて言われた時とか、どういう風に解釈されてたかっていうのを聞きたいなと思って。なるほど、はい、そう、もう初めてそのコンサル現場でまさに僕もそう言われたこと当然ありますし、ありますよね、今でもありますし、はいはいはい、もう空振りとかシャンク出たら最高なんでみたいな感じで言われるじゃないですか、うんうんうん、で確か最初言われた時は、はい、いやけど僕ね、あんまうんとも思わんかったですね、僕は正直。スムーズに入ってきましたか。入ってきたというか、奥田さんが言ってることなんで、はあ、別にそのコンサルの現場とか行けばなおさらなんで、はいはいはい、奥田さんが言ったことを全部聞くだけなんで、はい、あ、そう、分かりました、もうそのぐらいのつもりで意識してやりますっていう、でも絶対的な言葉に対する信頼があるから、はい、信頼というか、もうなんか、いや、もう本当けど、もうそうおっしゃってるんでやってみようっていう感じですね。だってラウンドしながらレッスンしてるわけじゃないんで、はいはい、まあそうですね、コンサルの現場じゃないですか、だからサロンの中でやってるんで、はい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 、だから別にミスしようがっていう、そこにまず欲がとりあえずないのと、はいはいはい、っていうのも、っていう前提もまああるのも思いますけど、うん、だからなんか言われたときに、はい、なるほど、なんか僕の解釈としてはだからもう分かった、それぐらい極端に意識していいんやなっていう、今やってきたアクションをやりますねっていう、それがすぐに繋がったんですね、感じです。だから僕だからもう逆にいいんですか、僕も極端に、はい、マジで空振りするぐらいで極端にやりますよっていうぐらいの感じでやってました。なんか、はい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 、それやるっすよ、言われた時に僕はどうしたらいいのかっていうのを結構考えてしまった。まあ、ボール、まあ、手打ち通りなボールを置いてるわけですもんね。で特に例えばその僕らは奥田さんのコンサルを受けてますけど、ではないレッスンとか YouTube、まあごめん、あんまり他のこと言ったらあれかもしれないですけど、他の YouTube 動画とか、まあ、いわゆる一般的なレッスンですね、はい、やっぱり何ですか、空振りしたら、うん、リ曲げたっていうのは、まあ、違う、失敗だ、それが失敗ですもんね、っていう感じじゃないですか。確かに確かに。でそれが
なんかその中でいい球がすごいいい球が例えばパンって出た、はいはいはい、わ、はい、よくなりました変わりましたそれですってなるやつ、ね、いうのが多いわけじゃないですか、基本的にはそうですね、っていうのがそこは全然、はいはい、まあ確かに、まあ、そういう意味で言ったら真逆かもしれないですね、根本が違うじゃないですか、なるほどなるほど、で僕はその YouTube 動画も今もずっと見てるんです、はいはいはい、毎晩ちゃんと見てるんですけど、はいはい、の中でケンさんとかも、うんうん、やっぱ奥田さんいろいろ言われてるとこあるじゃないですか、はい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 、はい、でやっぱりその球的にはさっきの方が良かったよ、うんうん、なるほどなるほど、確かにケンさんの方が結構動画中でねシャンクとか打ったりしますもんね、そうそうそう、あるじゃないですか、はいはいはい、っていう風になった時に、はい、でも奥田さんの子が今のは球はそうでしたけど、うんうんうん、動きとしてはすごい良かったですよ、確かに、ああいう時に限って奥田さんオッケーって言ってるんですよね、そう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 、絶対ね、ケンさん今のって言うんですよね、っていうのって、はい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 、他の普通のレッスン、うん、YouTube チャンネルとの一番違うとこなんちゃうかなって思って、それは全然、まあ、絶対違うとこですよ、なんかまあ本質か本どうかっていうだけですよね、そうなんですよ、スイングアクションっていうのの、まあ、要はリアル的なとこですよね、アマチュアがスイングアクションを入れるってどんだけ違和感が出てきてっていうリアルがあれかなって僕は思ってるんですけど ね、 だからね、あれってその僕の中ではすごく新鮮やし、はいはいはい、斬新やし、はい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 、その球で判断しない、球以外のところに判断基準があるゴルフチャンネルって、はい、じゃあ果たしていくつあるんですかっていうふうに思っちゃうんですよね、一でしょうね、いやそうです、球以外のところにけどマサさんとかもやっぱそれってやっぱ知識を入れてらっしゃるんで、はいはいはい、それを見て学べるじゃないですか、はい、そうです、はい、でやっぱ僕あれって本当ケンさんが僕すごいなと思ってるんですよ、ほうほうほうっていうのはどういうことですか、だって動画中で、はい、シャンク打って OK って言われてもですよ、はいはいはい、シャンク打つじゃないですか、嫌、はい、っすよ、いや普通シュート恥かくんですよ、はい、そうですよね、うん、お前こいつ本当シングルか下手くそやなって思われちゃうかもしれないですよ、ケンさん自身が、はいはいはい、けどケンさんってあの場でバリバリに要はアクション意識してあえてシャンク打つわけじゃないですか、うですね、うんうん、僕あれ本当すげえな話だと思うんですよ、そう考えそのメンタルというかメンタルというかだからそうメンタルなのか、あれは本当にだから、はい、そのアクションをもう思いっきりのやりにいってるんですよ、はい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 、だからそれが僕はだからケンさんが僕はあれ本当すっごいなと思って それが出てもいいぐらい、はい、だから僕は結構それって魔法の言葉やと思ってるんですよね、空振りしてもいいですよ、はい、シャンクでいいんですよっていうやつですね、でそれがよし、まあこれは手打ちドリルにもつながるとかもしれないですけど、うんうんうん、球気にせんでいい、そうですね、手打ちドリルとか特にそうですもんね、結果を気にしないで確かに確かに、アクションに向き合えて、はいはい、魔法の言葉じゃないですか、魔法の言葉、確かに確かに確かに、そうだから僕はそこがすごく、ああなるほど、手打ちドリルだからこそ余計に空振りとかシャンクあるかなって僕はめっちゃ思うんですね、そうですね、今となってはそうですね、そうだからそれに思い至らん時は、うん、僕はほんまに気楽にやれよぐらいの話かなっていうところも正直思ってたところはあったんですよ、なるほどなるほど、空振りしてもいいですよ、はい、あまあいいんやっていうぐらいのもんなんか、うんうんうん、それかもそのぐらいっていうかスイング変えるためには空振りぐらいして当然っていうとこ、そうですね、なんかそうバチバチに意識するってそれぐらいのことかなと僕は思います、だから特にですけどあのケンさんのケースもそうですし、はい、僕らがコンサルで言われたケースもそうですけど、はい、要は習って新しいアクションを習って、はい、そのコンサル時間の前半部分、うんうん、前半から中盤にかけてそのアクションをまず徹底してっていう直後じゃないですか、そうですよ、全然落とし込むにもまだ至ってない段階で、はいはい、そのアクションをまだバチバチに意識してやるって、はい、当たるわけないでしょって話なんですよ、そういうことですよね、当たったら変わってないんで、うん、はい、あそうですよね、だからケンさんとかもあるとそうですよね、だからあの場で奥田さんに呼び出されて、はい、こうちょっとやってみてっていうのを手ほどき受けてっていう感じで打つじゃないですか、やってますよね、だから直後でやったからこそああいう子になる、それがまさに出てるっていうんですよね、だから僕も本当だからコンサル現場でなんかいうとこやったらなおさらそうですね、だからだってまだ落とし込みに至ってないんで、うん、そうですよね、はい、まだしかも違和感真っ最中っていうか違和感の一番ピークの時ぐらいの時なんで、もうほんまに新しい動きが入ってきてわけわからんくなってる時やから空振りするのって、まあ、ある意味で言ったら当然だと思いますし、僕的な本当に解釈ですよ、はい、あってるかあってないか分からないです、はいはいはい、まあ、しかもあんまり深いところ絶対、まあ、動画なんで言われないですけど、はいはい、絶対、はい、こう打ちに行ったら終わるじゃないですか、おーはーはー、絶対奥田さんこう振りなさいって言うじゃないですか、はいはい、こうって僕それ言われましたでしょだから手打ちというか余計空振りして僕正解だと思ってるんですよ、だからそれをもう絶対意識したら、はい、絶対空振りするはずなんで、そうなってしかるべき動きをしてますから、ね、はい、そうですそうです、だからそれが結局ずれた時にどうなんの、ゴルフクラブを振った時にどうなんのって話なんで、はいはい、って僕は思ってるんですよ、はい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 、だからその辺捉えたら、ああ空振りしないかんよなって僕は思ってますよ、空振りできます、できないです、できないですよ、ね、そうそれできないですよ、できないですよ、ね、はい、ほら当たるでしょってなるんですよなるほどってなるんですよね、あれすごいですよね、そうなんですよ、なかなかね、空振りして OK、はい、空振りしたら OK って言葉難しいですよ、ね、うん、捉え方難しいですよ、はい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 、それぐらいの意識で撮った映像がね、うん、あのマサさんなんかはね、あ一番綺麗なアクションが映ってたんだよね、やっぱあれってミスしてる時の方が結構いいアクションを打ったりする感じですか、あミスがいいとか、これ普通の喋り方下界に、まあまあまあ、まあ、下界に、はい、うん、あの、なんやろ
ミスがいいっていうよりも、はい、アクションの骨の動きを見てるんで、うん、そっか、本当に神が見てるのはそこっす、ね、僕はそこのアクションを見てるんで、空振りするとかってどうでもよく、なるほど、はい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 、むしろ本当のことを言うと、うん、僕やったら空振りするんですよ、はお、できるっていう、空振りをできるというか、できるってことです、なるほど、簡単にできるってこと、でもみんな空振りができないわけじゃないですか、できないです、だってボールがなかったら、うん、はい、まあ、言ってる通りのアクションをすると、そボールのある位置には絶対当たらないわけです、確かに、ボールを目の前に置いた瞬間に、はい、本能がボールに対して合わせに行くわけじゃないですか、視界にも入ってるし、だからあれ難しいんですよね、なんかこれちょっと有用になるかもしれないけどいかに直接的にボールを見ないから、要は間接視界にボールがある人か、はい、直接視界でボールを入れてる人かで変わる、なるほど、なるほど、だから僕的にゴルフ上達のためには、うん、間接視界の中にボールを入れていけるようになるので、うん、作り込まないと、なるほど、すごい、これはなんかとんでもない話が聞けてしまったいい、また最後にあ、いい時間にもなって最後神からのお告げをいただいたところで、はい、今回の動画を締めさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。ということで、まさに今トシプロがやってるお手本レベルのあの手打ち通りですね、はい、これぞアマチュアをスクープ機だと思います。間違いないですね。フルソップやってるけど本当ですか、まあ、僕ら喋りに夢中で何を見てないぜひ手打ちドリルから徹底をというところでやっていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、ということで今夜の動画は、こういった神からのお告げを聞きながら天の声を聞きつつ、天の声難しい天も苦悩しますね、いろいろ、ね、いろいろと苦悩して、そういう裏話も裏側も楽しんでいただければというところで、WJSL チャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録と高評価、あとコメントですね、よろしくお願いします、はい、あと明日の朝8時には奥田さんの、ブログの方も更新されます。今夜の YouTube 動画についてですね、奥田さんのブログの方も更新されますので、より WGSL について知りたいといった方はそちらも目を通していただければと思います、それでは明日の夜8時にまたお会いいたしましょう。失礼いたします。します。難しいです。めっちゃ難しいめっちゃ難しいです。いや面白かったですけど、何が一番難しいかって、はい、2人がせっかくポワっていいテンポで喋ってくれてんのを遮るのが嫌だ。そっちが勝ちますね。今入りたいなっていうタイミングが何回かやったけど、なるほどなるほど、入って遮ったら2人のタイミングがおかしくなる。そうなの。でもあの最後すごくいい形で締めて僕も話してて短いかなと思ってたところで松さんもこうガッと行っていただいて奥田さんが最後に出てきていただいたので。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。